皆様、こんにちは。お金の研究所です。今回の動画は、超えるか最高値、三菱 UFJ 株の今後はというテーマでお話しさせていただきます。三菱 UFJ の5月15日に発表される決算内容がある程度明らかになりましたので、今回の動画ではその内容を解説させていただきつつ、2006年につけた三菱 UFJ の最高値を超えていけるかという点についても検討したいと考えております。 なお、三菱 UFJ 株については個人的に保有しておりますので、その前提でお聞きいただければ幸いです。本日もよろしくお願いいたします。まずこれは5月11日の日経の記事です。この記事によれば、三菱 UFJ などの3メガの純利益の合計が2割増の3兆円程度になったとしており、3メガ発足後で最高益を更新したと報じております。 そしてその理由としては海外での貸し出し利罪の拡大を上げております。そしてこれは3メガの合計純利益の推移ですが、今期はこのぐらいになっておりまして、三菱 UFJ はこのぐらいになっております。 正確な数字はわかりませんが三菱 UFJ の今期の純利益目標は1.3兆円でしたのでこのグラフと2割増というところから考えれば純利益1.5兆円ぐらいは超えてくるのではないかと個人的には考えておりますそしてこれは専門家が予想するクイックのコンセンサスです コンセンサスが高ければ、いくら純利益が伸びても株価は下落することがありますので、念のため見ておきますと、このようにだいたい1.4兆円ほどの純利益を予想しており9、9%程度の増益を予想しておりますので、2割増ということであれば、若干コンセンサスを上回るところではないかと思います。 一方でこれは産休における三菱 UFJ の決算資料ですがこのようにモルガン・スタンレーの決算期の削れ影響があるとはいえ進捗率はほぼ100%程度でしたのである程度上振れることは予想できたところではないかと思いますただ投資家の関心事はこの部分であると考えておりつまり日経の記事にあるように FRB の金利上昇に伴う 債券価格の下落で保有する有価証券の含み損をどれだけ消化できたかであると思い来期の業績予想に影響してくるはずですので5月15日に発表される業績予想とともにこの部分に注目が集まるのではないかと考えております。ちなみにマネック証券が提供している IFIS の今期来期のコンセンサスはどうかと言いますとこのようになっておりまして今期はほぼクイックのコンセンサスと同程度の予想です。 ただ来期についてはこのコンセンサス通りであればマイナス予想となってしまいますのでこの点からも5月15日の決算が楽しみとなります。 日経の記事によれば3メガの今後の業績については3月には日銀がマイナス金利政策を解除し国内の貸し出し金利の上昇が銀行の業績に反映されるのは25年3月期以降になるとし年内の追加利上げもくすぶっており金利上昇が本格化してくればメガバンクの収益性は一段の追い風を受けることになるとしておりますのでこのあたりがどう業績予想に反映されるかというところではないかと思います そして実際にこれは2月時点の記事ですが、このように国内の貸し出しリザヤは2016年以降で最大となっており、すでにマイナス金利も解除されておりますので、この点は来期の業績に追い風であるのは間違いないところであると思います。そしてこれは2004年ぐらいからの三菱 UFJ の長期の株価チャートですが、現状の株価水準はこのあたりであり、2006年につけた最高値が1950円です。 そして今期の純利益は2005年を超えたとのことですので、純利益面で言えばこれまでの最高値1950円を超えてもおかしくない状況であると思います。また今期については増配についてもかなり角度が高いのではないかと考えております。 このように三菱 UFJ は ROE を引き上げる目標もあり、順調に配当金を積んできており、このように今期は純利益1.3兆円の前提で、モルガン・スタンレーの木連れの影響を除いて、ちょうど配当成功40%の配当金41円と予想しておりました。 今期の純利益が増加するのであれば、ROE を向上させるために、それに合わせて増配しなければならないと思いますので、今期の増配はかなり角度が高いと個人的には考えております。また、三菱 UFJ の社長さんは、今年の年始に日経のインタビューに答えて、PBR1 倍は年内に達成できるのではないかと言っておりました。 そして今年の3月には有限実行で PBR は11年ぶりに1倍台に乗せてきました。ただその後はこのように3月の高値を超えられずに難聴な展開を見せております。そして5月10日の終値で言いますと、このようにわずかに PBR1 倍には届いていない状況です。ちなみに PBR とはどのように求めるのかと言いますと、このように株価を1株あたりの純資産で割って求めます。 がって一株あたりの純資産が増えれば分母が大きくなりますので、それに伴って株価が上昇しなければ、どんどん PBR の値が小さくなります。これは三菱 UFJ のここ3年の一株あたりの純資産の推移を表しており、このようにここ数年はどんどん増加しております。そして直近で一株あたりの純資産は約6%伸びております。 今年も6%伸びれば PBR1 倍を明確に上回るためには少なくとも6%の株価の上昇が必要ということになります。 会計上は純利益が積み上がり配当成功が40%と一定だとすれば純利益が増加すればそれだけ純資産が積み上がるはずですので自社株買いなどを行わなければ今期はさらに純資産が積み上がるかもしれず PBR1 倍を明確に超えるためにはさらなる株価の上昇が必要かもしれません。 したがって5月15日の決算ではどの程度の株主還元姿勢を示すのか PBR 一倍割り解消に対する三菱 UFJ の本気度が問われるかもしれません一方で三菱 UFJ の来期の業績に関してはもちろん懸念点もありそれはアメリカの政策金利の動向です このように今月の雇用統計と新規失業保険件数の結果を受けて、労働市場の逼迫が緩みつつあるとの受け止めで、利下げ観測が浮上して、ニューヨークダウは最高値に迫っております。 一方でこれは三菱 UFJ の海外貸出リザヤの推移でありこのリザヤが上昇することによりこれまでの三菱 UFJ の業績を牽引してきたのですがアメリカの政策金利が引き下げられてリザヤが下げに転じれば三菱 UFJ の業績にマイナスに働くことになりますそして三菱 UFJ の決算と同日にアメリカで CPI すなわちアメリカの消費者物価指数が発表されます もし市場の予想よりも物価の伸びが抑えられるようであれば、利下げ時期が早まる可能性もあり、また年内の利下げ回数も増える可能性がありますので、三菱 UFJ の業績の今後を占う上では、非常に注目されるところではないかと思いますし、内容によっては三菱 UFJ 株の一段の上昇もあるかもしれません。 ただもちろん日銀や FRB の金利の状況だけで株価が上下するわけではなく例えばこのように半導体株との見合いによる需給の問題や政策保有株の削減などの発表に敏感に反応しますので特に政策保有株の削減のあたりはチェックしておいた方が良いかもしれません。 それではこのような状況で専門家は三菱 UFJ の現状の株価についてどう考えているのかと言いますとおおむね目標株価を引き上げており強気な専門家が多い印象ですが現状の株価から言えば上下まちまちちといった印象です。例えばみずほやシティなどは過去最高値付近の株価を予想しておりますが SBI 証券は現状の株価からは2割程度のマイナスを予想しております。 6ヶ月の平均値や中央値でいえば現状の株価は適正水準あたりという印象ではないかと思いますそして三菱 UFJ 株への投資を検討するにあたっては信用倍率も気にした方が良いかもしれませんこれは信用倍率の推移を表しているのですが現状で19倍程度です目安の10倍を上回っており過去の推移から見ても比較的高い水準ですので投資を検討するにあたっては気にした方が良いのではないかと思います 以上をまとめます。今回は国内最大の金融グループの三菱 UFJ について検討いたしました。日経によれば3メガバンクの純利益の合計が2割増の3兆円程度になったと報じております。 全体で2割増ですので、三菱 UFJ がどのぐらい伸びるかはわかりませんが、海外に強い三菱 UFJ だけがへこむとは考えづらく、もし2割増であれば、クイックやアイフィスのコンセンサスを1000億円程度上回ることになります。ただ、三菱 UFJ の純利益の進捗率は、産級時点でほぼ100%でしたので、情報修正はある程度予想できたことであると思います。 したがって、5月15日の決算発表では、来期の業績にも影響すると思われる保有する有価証券の含み損をどれだけ消化できたかが焦点かもしれません。ただ、今期の純利益水準だけを見れば、2005年の純利益を超えており、2006年につけた最高値も狙っていける水準であると思います。また、目標とする配当成功40%から考えれば、 ROE などの兼ね合いで考えても、今期は増配も考えられる業績水準であると思います。さらに年初に社長さんは年内に PBR1 倍割れを達成できると言及しており、現状は1倍を明確に超えているとは言いづらい状況であることから、今後の株主還元策に期待したいところであり、個人的には5月15日に発表してほしいところであると考えております。 また、国内貸出し利財に関しては既に2016年を超えており、3月のマイナス金利解除でさらに上向くかもしれません。ただ、今後の三菱 UFJ の懸念点は海外貸出し利財であると思っており、FRB の政策金利の動向が焦点になると思っております。したがって、ひとまずは決算発表と同日に発表される CPI には注目であると思います。 また現状の信用倍率も比較的高く投資を検討する場合には注意が必要かもしれないと思っております。以上から考えれば三菱 UFJ の純利益は2005年の利益を超えてくるのではないかということを。 またコンセンサスも超えるのではないかということさらには増配も期待できるところだと思いますが来期の業績に関しては国内のマイナス金利解除はポジティブではあるものの保有する有価証券の損切りの状況や15日に発表される CPI は気になるところであると思いますしたがって個人的には現状の保有分は継続保有したいと考えておりますが追加投資に関しては現状である程度保有していることもあり 5月15日の決算や CPI を確認してから検討したいと考えております。それでは最後に少しだけご紹介させていただきます。お金の研究所ではメンバーシップを行っております。これまでたくさんの方にメンバー登録をいただきました。ご登録をいただいた皆様ありがとうございます。もしメンバーになっていただければ月1回メンバー用の動画を見ることができるというものになっております。これまではこのような動画をアップしております。 もしご興味があればメンバーシップ登録をよろしくお願いいたします。なお、投資は自己責任にて行っていただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、メンバーシップよろしくお願いいたします。本日は以上です。